新鮮と香港の境界。中央に新鮮側が流れる1898年の天卓香港海始線上に記載された新鮮側は、かつて中国とイギリスの国境であった新鮮側は、中国関東省の新鮮市及び香港を流れる河川。玉江デルタに属する。五道山に橋を発し、南西方向へと流れて、航海湾、霊洋に注ぐ。 香港特別行政区と中国本土の境界線を形成している。1997年の香港返還前は川の南岸以南がイギリス領香港であったが、返還後に川の中央まで境界線が移された。ラコ橋や福田口岸は新線があの上に置かれている。香港と中国本土の境界は本河川以外にも砂東角河や中英外で構成されている。 新鮮側はもともと民警という名前であったが、1898年の点、宅香港開始戦場締結時に、現在の名称へと改められた。同時に新鮮側以南の新海はイギリスによって99年間咀嚼され、香港となった。新鮮側は香港最長の河川である。冷戦時には、中国本土など共産国家の人々が新鮮側を経由して、 資本主義の香港に逃げたため、中国のベルリンの壁とも揶揄された。新鮮川は一般的に砂湾河と連ン・ツ川の合流地点である三鷹川より下流を指す。砂湾河、牛尾嶺を連ン・ツ川は新鮮市内の五道山をそれぞれ水源としている。川は南西の方向に向かって流れ、レ洋に注ぐ。全長3 7トル 流域面積3 1 2 5キロ平方メートル、平均勾配は1.1%。流域は、流未過激の布基地院、横岡鎮、平古鎮や、羅国を含む新鮮側が6割、田園地帯を中心とする香港側が4割を占める。主な支流としては、新鮮側に布、吉川、福田側、新須側が、香港側に五道川や平健川が存在する。 新鮮下流域は熱帯モンスーン気候であり、降水は4月から10月の雨季に集中している。雨季は4月から6月の前期、7月から9月の後期に2分される。台風や熱帯低気圧の影響を大きく受け、暴風や高潮が発生することがある。高潮によって、高海湾の水位が上昇すると、新鮮側にも水が遡り、両岸で洪水が起こることもある。 また、周囲の都市化に伴い、水が川に流れ込むスピードが速くなっており、流速も増した。新鮮川治水プロジェクトが、香港の下水道局と新鮮市の水道局の共同で実施された。雨季に、香港の北区で発生する洪水を防ぐことと、水質改善を目標とする。プロジェクトは3期に分かれ、第1期は1997年に、第2期は2000年に、 第3期は2006年にそれぞれ完了している。プロジェクトでは、もともと1 8トルあった曲がりくねった稼働を直線上にし、1 3 5キロメートルまで短縮した、ほか、川幅も拡張した。この結果、元明平原から、高海湾に至る新鮮川の防災能力が大幅に向上し、元明楽や北区など、両岸の洪水が軽減されるようになった。 川の直線化に伴い、港を各地岸の東側にある旧稼道など2カ所において、香港と中国本土の間で土地の交換が行われた。レンツツミと公園囲いの間に新しい境界を開発するため、香港政府は治水プロジェクトの第4期を開始した。第4期では、レンツツミ、公園囲いを含む新鮮川上流の防災機能を向上させるほか、 既存の国際道路や警備施設を移転させる。香港政府は2012年3月にプロジェクトを始動させるため約4億香港ドルの予算をつけ河川の改善に対応した 4.5km の口岸移転を実施した。第4期は2017年に完了し50年に一度の豪雨にも耐えることができる。また環境にも配慮した改修工事が行われ、 自然の川床や稼働は可能な限り残され、両岸は緑化されるなど、生態系を壊さないような工夫がなされている。2013年8月30日には、香港政府と新選手の人民政府との間で、新選側の管理に関する協定が交わされ、同年末から適用された。ありがとうございます。